かするな。青に電話したんですよ。ああ、取ると思う。やってみて、電話して。電話するね。10分電話する、ね、今ちょうどラインしてた。だから先に電話してから。うん、周りはって、あんまり坂じゃないって。そこら辺で終わりにしてる。うまいでーす。ちょっと、そうそう。さあ始まりました。例えば CM ですね。はい、10秒前です。5秒前。あ、初めてかな。豚骨臭木場美さんチーム、こんばんは。ありがとうございます。すげえ、豚骨臭って人から。あ豚骨臭って書いてる。 FEC チューンド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 。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、デンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと長地です。お願いします。お願いします。早速ありがとうございます。ツイキャスの方で、コンティニューコインみーすけさん、ありがとうございます。あ、どんどんコンティニューコイン早いな。ありがとうございま す。マリンちゃん、こんばんは。こんばんは。毎回ありがとうございます。ありがとうございます。コンティニューコインもね、ありがとうございます。ラームさん、こんばんは。こんばんは。コンティニューコインもありがとうございます。豚骨臭さんが気になるんだけど、はいはい、初めてです。初めてですね。犬のアイコンで。次男が春菜以下飲み会大ファンです。飲み会、春菜以下飲み会、春菜以下飲み会大ファン、大ファン。え、どういうことですか。これあるんですか、春菜以下。ないわかんないですけど。いやいや、まず主役3人のうち2人未成年だし絶対ないでしょ。なんで次男が、なんか、まあいろいろあるんですかね。マニアックな、マニアックなファンですね。飲み会に参加してるのかな、わかんないですけど、ね、あ、春菜以下飲み会があるってこと。え、わかんない、わかんない。え、主役であるコウタは知らないんだよ。全然知らん、全然知らん。おかしいでしょ、俺がその飲み会に参加したら。豚骨臭さん、頑張ってねって。ありがとうございます。多分だから打ち間違えではないってこと。全くよくわかんない。打ち間違え、あ、春菜以下の誤爆。いや、よくわからない。全然。いや、とりあえずあれ、そうっすね、春菜以下の第2話が放送されて、はいはい、先週金曜日で、俺たちゴールデンウィークもちょくちょく営業っていうか、いろんな場所で仕事してしましたね。まあ、よく言われるのが、はいはい、やっぱ嬉しいのが、やっぱ大人の人に、あの、自分の子供と写真撮ってくださいって言われるのがやっぱ嬉しいんだけど、はいはいはい、その後に、あの、子供に、あの、あんまり宇太郎好かれてないっていう。そう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 。え、マジで？そうそうそう。だから なんていうの？いや、なんていうの？宇太郎、あの、ちょっと怒られるっていうのはあるある、これ。最近、子供に修行抜け出すなとか怒られる。もうストーリー上でね。そう、ストーリー上だから。宇太郎が今ちょっと反抗期だから。そう。いや、役の中の宇太郎が反抗してるから、はいはいはい、俺が怒られる。で、もっとすごいのが、俺の弟が、なあメインプレスで、宇太郎嫌いって言われた。俺の弟が。いや、だから、俺、めっちゃ似てるからね。めっちゃ似てるから。めっちゃ似てるからね。宇太郎が役の中の、ちょっと怒られるのがあるある。本当にあるある。お前の弟、普通にメインプレス、普通に楽しんで歩いてたら、嫌い！修行出れん。ちょっと出れんみたいな。沖縄守れみたいな。そう、あ、俺の弟まで被害が来てる。まあ今からどんどん成長していくんでね。はいはいはい、見てください。オリトマさんからもコメント来てますね。コウタこれからだよ、ということで、まあ、これからですからね。今反抗期です。やっぱもっと気まずいのが、はいはい、まあね、ぶっちゃけ言うとね、はい、
このスーツアクターの問題ね。そう言うなそんなこれ。いやだから俺子供に、はいはい、コウタさん、なあ子供ってかなんか同級生だったりも後輩だったりで、はいはいはい、コウタさん戦ってるんですかって言われた時に、うん、めっちゃ返答困る場合。あ、一応なんて答えてるのこれは。うん、あの時と場合によるといや いい感じに言ってるけど時と場合による。うん、どうしよっかな。だからこれだからまあ同級生ぐらいなら言う時もあるよ、はいはい、中身俺じゃないよって。まあ本当に俺の時もあるけど、はい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 、子供とかに言われて本当に迷って。ああ、嘘つくのもあれだけど、あ、まあかといってなんかね、中身俺じゃないよ、あれはねスーツアクターっていう職業の人たちなんだよっていうのもあれさ、えぐいけど、かといって俺って言ってさ、じゃあなんか戦っ、分からんけどやってって、なんか分からん、ね、後ろ回し切りしてって言われても、はい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 、できんし、うわーこれ深刻な、かといってなんならスーツアクターって言っていっぱい名前も出てるし、はい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 、深刻なちょっと問題だねこれ。あーどうしよっかな今後。どうしようかな、言おうかな、もう。もうちゃんと言っていこうかな、ちゃんと子供に。徹底的に。ダメだよそれは、それはダメだよ。徹底的に。で嘘つくのも嫌だしね、子供に嘘つくのも嫌だし、まあ、ちょっと来週までには決めようと思います。決めますか、現実を言うのか夢を持たすのか。あ、どっちも、うん、どっちもどっちっすね、はいはい、中田猫さんこんばんにゃーす、ありがとうございます、ありがとうございます。ビブリの社会人さんこんばんは、こんばんは、はい、ということで、そして BVLG さん、はいはいはい、わし参上いつも絶対いつもいつもあのね、はいはいはい、見に来てくれてる方ですねで結構ねイベントとかね、はいはい、見に来てくれてる方なんですよこのコメントしてる人は、うん、はいはいはい、でなんか今日も見に来てて、で僕たちにねめっちゃあの絡んできてて嬉しいんすけど、めっちゃねさっき僕の肩を揉んでくれてたんですよ、はいはいはい、なぜか、うん、なぜか、で、あ、ありがとうございますってやって、コウタは最近調子どうなのって俺に聞いてからめっちゃ名前ミスってるやしと思って、ずっとミスってる、うっそーと思って、ずっとミスってる、こんなにもイベント来てくれてるのに真顔でミスってたからね、多分あれガチガチミス、ちょっとちょっとヤバい人だから絶対もう今も今もガラス越しに目合ってるけどちょっとヤバい人だから本当に最近どうなの？一発ユーミさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ユーミさん愛知県からわざわざ。最近ですね、まあ子供の国で、はいはい、ハイアップローで、うん、ね、出させていただいたんですけど、はい、入り時間の僕1時間前にね、うん、1人で到着してしまって、うん、でこのもったいないじゃないですか、はいはいはい、だからこの子供の国を普通に楽しんでたんですよ、動物とかね、うん、見て回ってホワイトライオンとかいて楽しんでたんで、うん、はいはい、僕普通に一人でちょっと自撮りとかしながら楽しんでて、うん、ふと我に返って、うん、周りを見渡してみたらやっぱ子供の日っていうことで親子連れとかカップルがめちゃくちゃいっぱいいて、うん、その中俺一人でめっちゃなんかワイワイキャーキャー一人でね自撮りとかしてる、うん、うわ悲しいと思ったら、うん、自然と涙が出てきた。いや知らんよや話、本当にしょうもない本当にお前をもう俺 お前のお父さんじゃないけど お前のことマジつまらんなと思ってお父さん出した方がいいのかなやっぱりあと、はいはい、LINE 緑くじが、あーあれすごい最近、おね、なんかだから元彼から送られてきて、うん、それ引いたらなんか1万円当たった10万円当たったみたいな、あれどうやん、俺も結構外れてるんだけど1000円当たった、え、本当に、うん、本当に誰から送られてきて、この地元の同級生から送られてきて、あれ何、どんな人もらうのあれ、あ、だからこの5月8日にあげますっていう通知が来て、はいはい、だから一昨日かな、はいはい、一昨日だから1000円分の、うん、まあ、LINE のポイントかな、ポイントなんですけど、うん、ポイントを送りましたって言って送られてきて、で俺速攻 LINE 漫画で、うん、エロ漫画を購入しましたもん速攻彼氏はドメスティックっていう、知らんよや知らんよや、そんなエロ漫画、まあ少女漫画なんですけどちょっとエロいシーンが多い彼氏はドメスティックっていう、はいはいはい、エロ漫画で昨日抜きましたねよかったですよ、折戸さん全部外したよ一応じゃあここだけの話ね、はいはい、まあこれ本当に言っていいのか分からんけど、はいはい、言っちゃうけど、はいはい、まあね皆さん内緒でお願いします、密告なんでね、デコボコトラベリング帰りの失態がこれ4問話すの、いや内緒で、マジで俺怖いけど、言うしかない、言うしかない、怖いけど今帰りバイト中だから大丈夫、ね、まあ、僕たちのね一緒にシェアハウスしてるデコボコトラベリング帰り、はいはいはい、君がいて、まあ、中地が先日ね、はい、まあ、ちょっと中地がムラムラしてね
キャバ嬢と遊びたいってなって、はいはいはい、でまあ中地もね、まあ人、まあ、ね一人のもあれだから、はいはいはい、でコブ君の帰りをね呼んだんだよね、誘いました、ね、で三人で遊んで、うん、夜遊びましたね、でお家行って、はいはいはい、そっからどうなった、あとこれやばいな、これダメなんですよ、まあまあ、いやで何どうなった、だから僕の実家の方にね三人で行って、うん、で僕はもうめっちゃ疲れててその日帰ってきたのもう、ね、朝の3時ぐらいですよ、はいはい、もう疲れててで、うん、僕の部屋普通にベッドがあるんですけど、はいはい、ベッドに普通に一人でバサーンってなって、うん、あのゴロゴロして気づいたら寝てしまったんですよ、はいはいはい、でちょうど朝5時ぐらいかな、うん、なんかペチャペチャえっやばいマジやばい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 やつだこれやばいペチャペチャやばいやつだこれ水漏れかなってって言ったら、うん、僕のベッドの下に敷布団を、うん、勝手にではないですけど、うん、敷いて、リンゴをかじるようなディープキスをしてました。うーわ待ってこれこれダメだやばいこれマジでやばいと思う。リンゴをね、いやらしくかじるようなディープキスをしこれダメ、これダメなやつでしょ、ほんとにこれ帰りに行き、もうお前勇気出して聞いたんだろ、だから聞いたんすよ、次の日なんて言ってた、うん、俺の友達とお前、うん、なんかイチャイチャしてたけど、お前正直どこまで行った、うん、って言った、うん、なんもしてないよー、ってうわこれめっちゃ気まずいやつだと思って、うわめっちゃ隠してると思って、これ俺まあ今帰りがね、バイト中だから言うけど、うん、帰りの相方のリョートンにね、はいはいはい、リョートは純粋なピュアヨロっすよ、童貞、うんね、うん、リョートに行ったらちょガチで結婚式です。うわー見てはいけないものを見てしまった。帰りーって帰りー夢です。今話したことは僕が見ていた夢です。だって本当に、うん、だってで女の子にもね、うん、女の子にも確認したんですよ一応、うん、念のためね、うん、そしたら一応、キスしたと、あ、かな、そう、女側もね、はい、認めたんですよ。だってあいつ許…だって帰りね、俺許せないのがね、ラジオでね恋愛相談室ってやってるんすよあいつね、ヨタミナさん恋愛相談室やってて、しかも結構最近電話とかしてて、うん、電話の女の子たち純粋な子たちですよね。純粋にね、めちゃくちゃ純粋な女の子たちが帰り、うん、ね、信用できるちゃんと一途な恋をしてる帰りにね、相談してるんすよ。いろんなね、俺も最近聞いたけどなんか悩んでるとか、そしたらとりあえずね、前に進もう分からんけど、いろんな帰り相談に乗ってる、いい、ね、その帰りが、なになに、中地のお家で女の子とリンゴをかじるようにペチャペチャとディープキス終わりだよ、こんな番組終わりましょう。ダメだ、デコボコトレビングの、ダメだダメだ、そう言ったらだってデコボコトレビングビッグスモールの意味もなんかだん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 分からん、どういう意味なのみたいな、違います、マジで違いますから。まあまあまあ、でも疲れてたんでしょうね、わかんないですけど、中田猫さん意外にダメだよもうこれ、キャラをね壊してしまうのは本当に帰りの、そうですね、まあデコボコトレーニングのキャラクターはそういうね、デコボコはポップなキャラなんで皆さん内緒でお願いします。うわー気まずいわ、でもね、まあでも俺男そんなもんだなっていうのはあるけどね。いやーまあそうですけど、そんなもんではありますけど、だからこうやってね、そういうそんなもんである男をラジオであえて言う必要はないと思います僕は、本当に最低ですよこれは本当に。いやだから皆さん、次デコボコトレビングのラジオしっかり聞いてください。言わないでよマジで、でカエリさん、マジで言わないでよカエリさん、俺たちの仲が悪くなるから。カエリさん夜もビッグスモールなんです。皆さんいろいろね彼をちょっとびっくりさせましょう。豚骨臭さんから。でもっと言うと、はいはい、あって、俺もっと暴露すると、これ大丈夫かな。ちょ、慎太郎ね、俺のシェアハウスメンバーのね、まあ、僕たちの YouTube も KY チャンネルで YouTube 見てくれてる慎太郎っていう男の子いるんですけど、はいはい、俺たちねシェアハウスで慎、うん、太郎から何インチ、50インチぐらいか、あれ。ああ。50型か。まあ、でかい、まあ、めちゃくちゃでかいテレビを。うん、借りてるんですよ、借ります、シェアハウスで。はいはいはい。まあ、総額多分あれ80万円ぐらいするわからんけど、70万ぐらい。もうめっちゃ上等なやつよ。めちゃくちゃ上等なテレビ。はいはい、慎太郎金持ちなんでね、はい。テレビを俺家で借りてるんですけど、最近僕、あのテレビを、一昨日か、はいはい、昨日だ昨日、僕、破壊してしまいました。ガチでやばい、これやばい、でもじゃあこれ、俺、慎太郎にもまだ行ってないんすよ。行ってない、だからやば怖くて、俺だから、俺がお家を一人でね掃除するっていう動画撮ってて、はいはいはい、その中で俺がクイックライパーをする際に、はいはいはい、
クイックライパーこのなんかニューイボーみたいにねブン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 って振り回す、はいはい、動画撮ってたんですよ、はいはいはい、ふざけてね、はい、そしたらこのクイックライパーの先がフォンって飛んでテレビにバシャーンって当たってまあ、まさか俺その時は何も思わんくて最悪だよ。俺何も気づかんくて、うん、あクイックライパー撮れたぐらいでいたテレビも消してたからね。そう、うん、その後に俺その夜だ、うん、6時間ぐらいにテレビパッてつけたら、うん、ザーってなって割れててテレビが俺これ絶対デコボコトレベリングがさって思っていやほんとほんとにで最低だな。でその時デコボコ外にいたわけさ、うん、電話して、うん、でデコボコちょお前らテレビ壊したって言って許すちょっとこれあれだよ弁償だよってでデコボコ来たわけさ、うんうん、で話して2人じゃもうない、うん、俺はぶっちゃけ、うん、デコボコの領土が怪しいなあよくノートパソコン持って走ったりしてるからぶつかったんじゃないのってやっててで俺がね動画で動画にあの映ってるんじゃない証拠って、おうおうおう、もしかして例えばなんか投げてしまって間違えてぶつかったとしたら、はいはい、そのぶつかったものが下に落ちてるとか、おうおうおうね、動画に映ってるんじゃないって言って3人で動画見たんです、はい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 、そしたら俺がクイックライパー回せてあっってなってクイックライパー回してるこれこんなのしたらテレビ割れるよって言ったら、うん、先端がフォンって飛んでバーンってテレビぶつかってこれだこれだって絶対これ場所もこれだーってなって俺やーってなってそうで俺修羅場迎えてで今、うん、しん正直慎太郎さすがの金持ちの慎太郎も、うん、70万円のテレビをいやさすがにねで俺貸してくれてるからね調べたら液晶割れなわけさこれ、はいはいはい、液晶割れこのなんていうの実物を買うぐらいの修理代がかかるらしくて俺だから70万円ぐらいかかるわけさやば俺もう俺もう金玉2センチぐらい上に上がってびっくりすぎて今日俺修羅場だったのが俺今日外に出てたわけさ、はいはいはい、でお家誰もいなくて、まあ、正直俺らのお家っていつも空いてるんですよ、はいはいはい、慎太郎が今お家の前にいるんだけどちょっとあの忘れ物取りに来てお家の前にいるんだけど入っていいって言ってうわやばいやばいってなったら LINE がまたポンってきて鍵開いてたから中入ったわうわーってテレビつけたらどうしようどうしよう思ったらゲーム機だけ取って帰るわって言ったからあよかったと思ったらセーフセーフポンってきてやっぱせっかく来たからゲームして帰るわやばいやばいってうわテレビつけた瞬間もうやばいやばいって言って俺これガチなんですけどあの謎の電話して慎太郎って今すぐ家出れって言ってどうしどうしたさ最近ファンがおっさんがファンのおっさんが家の中に勝手に入ってるって言ってあのガチ嘘なんすよ。なんだわそれ。そうそうそう。ちょっと今じゃライン見せましょうね。なんだわその嘘。ガチ嘘。まあまあでもとっさだからね。やばいやばいやばい。とっさについた嘘が。はいはいはい。あとりあえず家出てって言ったら慎太郎なんでって言ったら、うん、いやマジで危険だからなんで最近知らない誰かが勝手に家に上がってくるおっさんがって言ったら慎太郎ガチのやつだから一人は危険って言ってリアルって言っていやガチだよファンかなわかんない何も言わず入ってきて。リビング一周してそのまま帰るって送ったんすよそしたら待ってそれガチ怖くねって言って俺今すぐ出てって言ったら、うん、今家出た今サンサンバルって言って無事回避いやガチでガチで後でラインこれなんですよこれ慎太郎ラジオ見てたらどうしようだからそれがやばいけど中田猫さんからコメント、はい、保証ないのそうだからだからわからないんすよねだから慎太郎が保証入ってないってやばいんすよわからないんすよね。それもうで聞くのもあれじゃないですか。壊したんだけどっていうのもね。うん、でも俺さすがだなと思ったのが、おうおう俺謝るのを YouTube で謝ろうと思う。おそこはね。いいかも。どんな結果になろうと思う。いいかも。であっちの親にも俺は謝りに行くわ。あでもやばいな俺。これだいぶやばいよ。やばいな本当に俺もう昨日結構こんなして笑いにしてるけど、うん、俺結構昨日よ、うん、寝る前ちょっとよ病んでたっていう朝起きても、うん、テレビ壊れてんのかなみたいなはいはいはい、はい、だから朝起きた瞬間も、はい、起きてテレビつけて、うん、あ夢だったんだみたいなないかなと思ってパッテレビつけてまあザーだったよしかも結構トラウマになるザーなんだよな。そうだ、だから僕もね、の方々さっきね、お家帰ってからテレビをね、つけてみたんですよ、うん、そしたらニュース番組がね、流れてるはずなのにオーロラが流れてるんですよ。やかましいオーロラが流れてるこれ、これ、これっすねうわこれテレビっすよ、これがっつりもうわけのわからん画面になってるはいはいはい
これテレビ画面なんですよ。はい、とんこつしゅんさんからツイキャスでコメント来てますね。クイックルワイパーから CM 来ないかな。いい話なんで全然だよ。いやいやいや、クイックルワイパーからもテレビ側からもクレーム来る。しかも俺偶然そのクイックルワイパーをバカンって後ろに行かした後に、うん、やっぱり俺一人ごとで、うん、クイックルワイパー大事にしないとな結構高いんだよなこれって言ってるんですよ偶然めっちゃすごいやばい。ほんこれ俺いろんな方法を考えてて、実はどんなしてこの回避しようかな。はいはい、一つ目がやっぱちゃんと謝る。あ、一応慎太郎親友だからね、はいはいはい、ここはもう親友としてちゃんと謝る。もう正直に。でも俺はこれはできるだけ一応したくない、怖いなんで。もう一個の方法がなんで慎太郎に、ちょっとガチ考えてるのが、テレビと漫才っていう YouTube 企画撮ろうって言って、テレビに突っ込むっていう撮ろうって言って慎太郎になんでやねんみたいな感じ、うん、テレビ突っ込まして待ってやっぱやめようみたいな、うん、こんなしたらテレビ壊れるやんにって言って慎太郎にテレビ突っ込みさせて、慎太郎突っ込みさせて、うん、テレビつけると、あ、慎太郎壊れてる慎太郎これこそ一番最低だよ、やばいだろや、これこそ一番ダメだよ、うん、マジでみたいな慎太郎に壊さした風にする、慎太郎に壊さした最低だよ、それこそ一番ダメだよ、絶対ダメだよそれか、なんかもっと上を行くとかね、もっと上、なんか慎太郎にごめん電話でごめんテレビが、はいはいはい、俺ちょっとノコギリで真っ二つにしてしまったみたいな、あ、うん、って言って、もっと上、あいつ怒るさ、はいはい、真っ二つやふざけんなって怒らした後に、うっそーちょっとひび入っただけって言った慎太郎がなんだひび入っただけよもういや許すよみたいなこれある、 ありえるないかな怒るだろうな、怖いな、怖いな、いやだから一応まあ慎太郎に壊した、あ、慎太郎に、謝るところも、まあ、僕が壊した瞬間も、来週か再来週の KY チャンネルであげようと思ってるんで、ぜひ皆さん放送事故なるんじゃないこれ、ね、マジギレして、ね、殴り合いして怖いっていう感じになったらどうしよう。あ、折友さんからも嫌だもん、液晶破ったら保証はないな、あーやばい、あ、保証入ってても液晶の故障っていうかね、は効かないっていう感じなんですかね。本当にテレビ交換しません。マジマジマジ。本当に一生ね。結構やむんすよ。保証ないんだ。怖いマジで。ないんだ。うわー。70万をさ、俺弁償できんぜ。もうなんか腎臓とか売るしかないんじゃない、もう。売ろっかな俺と弟のも一緒に。弟のも売るばや、申し訳ない、最低だなマジで。マジか、相方としてお前も売れ、俺も売るばや、一緒に俺関係ないよ、二人で足して2000円ぐらいだな知らんけど終わってるわ、やっさい。でも皆さんね、はいはい、テレビは壊さないように、はい、そうで俺テレビ壊した人他にもいるのかなと思って、おヤフーで調べて、おその人たちのこうアドバイス聞こうと思って、はいはい、あのテレビスペース液晶割れって調べて、はいはい、まあ、ヤフーやっぱヤフー知恵袋でみんな相談したわけさ、おやっぱ、あ、俺みたいな人、助け合ってるんだ、俺みたいな人いっぱいいるんだと思って、はいはい、俺みたいに間違えて割った人、おうおうおうと思ったら全員、うん、あのうちの5歳の子供がお皿を分けて割ってしまってとかうちの2歳の子供が誤ってスプーンをで割ってって言って全部子供たちで5歳児の子供、俺19やさうわと思ってヤフー知恵袋にもかけない僕19歳なんですけど、19歳の僕が誤ってクイックルワイパーおかしいさ、もうコントさ最悪だ、もう最悪ですよマジで。いやだから本当にもう、じゃあ慎太郎聞いてたらいいよね、じゃあ慎太郎、はい、僕は君の、はい、70万円の50インチの液晶テレビ壊してしまいましたまあなんていうか、まあ僕からの素直な気持ちといえば、はいはい、全額そちら負担で許してください。最低だね最低だよ本当に。とんこつしゅうさんからコメント来てます。正直に話しなはれ、10年後笑い話になるはずよ。なるかな俺なんなら10年後も俺その借金引きずってもしかしたら10年後も残り20万円みたいな違うかな、あるかもしれない。やだな、まあ、ちょっとじゃあ聞いてる方でね、うん、50型の70万円ぐらいするテレビを持ってる方がいればね、うん、ちょっとお譲りいただけないかなと、うん、まあ、それか、まあ、僕の代わりに70万円弁償してくれるよという方がいたらぜひ、ね、心優しい方がいたらいるかや、優しすぎるだろ。沖縄はね心優しい県なんで、その70万円全部何回募金しれよ、うん、もったいないよ、うん、
沖縄は心優しいね、ゆいまーるの精神ゆいまーる、こんな時に使うの。あ、じゃあ全額とは言わないよ。35万35万でお願いします。ぜひ視聴者の皆さん折半で、それか今聞いてる、じゃあツイキャスト30人皆さんみんなで笑ん終わりか、1人2万ぐらいか2万ぐらいになりますけど、うわえぐいわ、ダメですよ、本当に気をつけてくださいね。はい、はい、ということで、はい、一旦 CM に入りたいと思います。豚骨臭さんから入ってきてますね、はい、60インチのアコース12万円だったよ、70万もしないんじゃないか。でも結局わからないですけど、うん、12万円もきついっすよ。きついね。中古車っていうかバイク買えるっすよ。12万円で僕安っすよ。まあ安くて12万円安いよってお前が壊したんだから、やだしょうがない。12万円慎太郎まだ知らないんだよね。知らない。今日お家来るかな、来ないよね。だから一応俺今日呼んでおる12時にラジオ終わりしたい。だから本当にもう怖い、もうどうしよう。逆になんかポッ、じゃあ練習していいよ慎太郎、はいはい、お前慎太郎ね、うん、じゃあちょっとゲームしよう、ゲームしようって呼んでるわけさ一応、うん、ゲームしよう、ゲーム、おーいいぜいいぜ。じゃあ今日は隠すから。オッケー、じゃあお前テレビつけて、うん、ピッ、は何これ、めっちゃ割れてるけど、何何何、えこれあれやつさ、壊れてるけど誰が壊したのこれ。デコボコトレベリン両手やつ。両手が両手が壊したのこれ。ダメ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 、いざとなれば緊張してダメだよ、他の人のせいにして最低だな、ダメやばいやばい。じゃあ、やっぱあれ、じゃあちょっとポップに、ポップにで壊したところ、壊したところ、はっテレビ壊れてるけど誰これ、壊したの誰これ、うへぇ俺やつさ、最低だろ、クレパトーンしろ、パー割れて、いや帰るわ。いやいや無理だよ無理だっす俺もダメだ、ポップもダメだな、もうダメだな。おりとまさんコメント来てますね、 KY チャンネルのネタ作りのスポンサーってネタにはなります、高いよ、高いネタにはなりますけど、うん、高いですね。そうです、やっぱで相当悲しくてもその悲しい顔を動画に撮ってしまうっていう俺のうわー YouTube 精神、あー芸人魂、はいはいはい、うん、本当に悲しんでるんですけどね、はい、うん、お前かな、うん、KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、ということでですね、まあ、テレビのショックも前作もね、まだまだあるんですけど、はいはい、続いてのコーナー行きましょう、はい、デンジャラスナイト、続いてのコーナーはコータプレゼンツいろんな外国語ということですね、はいはいはい、まあ、いろんな外国語、はい、まあ、いろんな英語が、ね、外国語あるんですけど、はいはいはい、めっちゃ面白いのがあって、日本語っぽく聞こえる英語っていう、英語って外国語があって、おうおうおう、まあ、ちょくちょく有名なのは聞いたことあると思うけど、おうおう、俺これ調べたらめっちゃ面白くて、ぜひ皆様に知ってほしい、はいはいはい、はいはいはい、日本語と、じゃあまず最初は日本語と外国語は同じっていう偶然、意味が、意味と意味と言葉が同じっていうのがあって、はい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 、発音とかね、まず、あの、あなたっていう日本語あるさ、はいはいはい、はアラビア語で、うん、あんた、へぇ、同じ意味、そう、びっくりして、あんた、へぇ、あなたっていうさ、はいはい、これあなたはアラビア語であんたって、だから変わらん、日本語もあんたっていうさ、面白い、うん、で、ハンガリー語で、はいはい、塩気が足りない、だから、うん、ね、塩気が足りない食べ物とか、うん、味噌汁とかね、うん、塩気が足りないっていうことを、うん、ハンガリー語で塩足らんっていう、へぇ、そう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 、面白くないこれ、すごい、うん、たまたまだよね、たまたま、すごい使う機会はあんまなさそうですけど、そうそう、でもし来たらね、うん、ルーマニア語で、はいはい、おばさんはババ、へーババ、面白い、そう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 、一緒なんだ、うん、ドイツ語で、はいはい、あ、そうっていうのは、うん、あ、そう、そうそう、だから本当にあ、そう、だから俺らがあ、そうっていうさ、だからこれドイツ人も、うん、あ、そうっていう、へー、誰が見つけたんだろうこれ、面白い、そうそう、で、ペルシャ語で、うん、くだらないことばかりを言うことを、うんうん、チャランポラン、すげー、これすごい、チャランポラン、マジで、そう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 、すごい、これ日本語でもありますよね、なんかチャランポランみたいな言い方かもしれないけど、チャランポラン、あ、もしかしたらじゃあこっちから来てるとかもあるのか、かもしれない、へー、あ、山川優香さん、コンティニコイありがとうございます、はい、ファイトということで、じゃあここから逆にちょっとクイズ、はいはい、
韓国語で、はい、タンスのことをなんていうと思う。パッド、キーボード。どういうことや。パッドっていうか、キーボードって言葉あるだろや。パッ、おっちゃん。そうそう、俺らがおっちゃんおっちゃん言ったらみんなタンスだと思う。へえ、うん、すごい。他なんかある？でこれ一番面白かったんだけど、はいはいはい、イタリア語で食堂のことを、はい、食べるな。うわすごい。そう、偶然すぎるでしょ。そうそうそう、だからみんな食べるな食べるなって言うけど、それ食堂のこと、はい、へえ、この矛盾すごくない？すごい。偶然すごい。でここからは外国で言ってはいけない日本語だから、日本語ではちゃんとした言葉でも、うん、外国で語では変な意味で捉えられるよっていうのが、タイ語で綺麗、だから日本語で綺麗のことをタイ語でブスっていう。へぇー、偶然。マジで？うん、タイ語じゃ綺麗綺麗、タイ語の綺麗は日本語の綺麗と全く別、反対。へぇー、だから、うん、ブサイクな人にタイの人はお前綺麗だなっていう。へぇー、すごい、うん、すごいこれ。だからもし日本語が、うん、なんかお姉さん、日本人なんか言いがちさ、日本語でちょっと軽く、うんうんうん、だからタイの人にお姉さん綺麗だねって言ったらもう絶対だ。うわー、うん、そうなんだ。お姉ちゃんブスだねって言ってくれる。へー、全く正反対なんだね。面白い。じゃあこれクイズね。はいはい。エビ、エビってどういう意味だと思う？エビはロシア、ロシア語で絶対使ったらダメ。お前の顔なんか顔面クリトリスみたいだな。おー、惜しいの。あ、惜しいの？惜しいか？惜しいの？これがエビは、うん、ロシア語で女性器。だから、普通もうだからもうちょっと惜しい、マジで。エビ食べよう、エビ食べよう。あ、もう大変ですね、じゃあ、うん、これは大変。ロシアの人からしたら。で、これ面白いのが、はいはい、近畿大学ってあるさ。近畿大学は、はいはい、頭いい大学。英語で、うん、英語の近畿って意味は、はいはい、性的に興奮したって意味らしくて、だから近畿大学は性的に興奮した大学って聞こえるわけさ。面白いなと思ったのが、近畿大学は海外向けの呼び名を近畿何アニバーサリーから近代アニバーサリーに変更しようとしてるって。近代アニバーサリー、近畿は性的に興奮した。へえ、そんなのもあるんだ。でジャージは韓国語で男性器。へえ、マジで、うん、でこれ面白いのが、うん、磯のカツオっていうさ、うん、サザエさん、サザエさんの磯のカツオは、うん、イタリア語で、うんうん、私はチンポ。ええマジですごくない、うん、衝撃的だけど偶然の。だから磯のカツオっていうのは、うん、磯のがじゃあ私イタリア語で分からん、私はチンポ。だから衝撃的な。じゃあサザエさんが自己紹介させて、うん、磯のカツオですっていうさ、はい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 、あのね野球持って、うん、あれ私はチンポですって言ってる。うおー、じゃあイタリアの人がね、うん、あの日本に来て日曜の、うん、あの親子で見る番組をね、そう見た時に、うん、私はチンポですって言ってるけど日本やばいんじゃないってなるってことですよね。で、磯のカツ、まあ、もしもしってあるさ、もしもし電話、もしはドイツ語で女性器なわけさ。だからやばもしもしはドイツ語かける2だべ。だから外国人でいうアメリカ人が電話取って、うん、マンコマンコって言ってる。マジでマジでそれ。あーでもそれね、だから外国で間違えてもしもしって言ったらもうやばい。第一印象悪すぎ。でも俺普通に友達にやるなそれ。なんて日本語で。なんてマンコマンコ。おかしいだろ。やるなお前な。え、そういう意味だったの。いやそういう意味。あ、偶然。偶然偶然。それはそれでやばいやつ。もしもしもダメなんだね。じゃあ外国で一人に対して。かわいそうなのが熊本。おう。熊本。おうおう。熊本県とかね。はスワヒリ語で発情中の女性器。発情中の女性器ってなんだまず、うん、熊本。マジで？そうそうそう。うわかわいそうだね。あ、世界広いな。でコーヒー、飲み物のコーヒーは、はいはい、タイ語でやらせろみたいなニュアンスって。へえ、うん。コーヒー。だからコーヒーコーヒーっつったらもうやらせろやらせろっていう、もうやばいやつ。へえ。ただただやばいやつ。やばいやつやん。うわー世界広いな、うん。だからでもっと怖いのが。うん、
パジェロってやった、パジェロ。パジェロ、はいはい。車の名前ですね。とか、投げるときにパジェロって、うん、パジェロあったやん、昔の。うんうんうん、何ね、あれ、番組で。忘れましたけど。うん、まあ、車の名前ですね。そうそう、パジェロ。はいはい、スペイン語で、オナニーをするもの。ここはじゃあ、そう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 、パジェロ、パジェロって。うん、そう。で、まあ、もうまあ、他にも、だから、聞こえないわ、そうそうそう、香川県。はいはい、うどんで香川県。香川県は、うん、ブラジル語、うん、で、ポルトガル語ですね、これは。ブラジル語とポルトガル語、いや、二つ、はい。ブラジル語とポルトガル語で、はいはい、誰がうんこしていたのっていう。あ、お前これ分かるんだ。分からんかった。なんで今ポルトガル語ねって言った。ブラジル語がポルトガル語。ブラジルはポルトガル語。っていう。へー。で、偶然、そのラジオの中で、うん、偶然、うん、本当に偶然だよ、うん、全部そういう系なくさ、ジャージ、もしもし、熊本、香川県、町長がね、はいはいはい、そういう系なんだけど、うん、1個だけ、うん、人の名前が下ネタに聞こえるっていうのがあって、はいはいはい、その名前が、うん、コウタ。コウタ、偶然、すごいですか、偶然コウタ、名前が1個だけあって、コウタ、うん、コウタは、なんだよ、いろんなとこでヤバい意味らしくて、うん、これ俺が別にコウタで検索したわけじゃなくて偶然、うん、偶然でコウタって載ってる、はいはいはい、スウェーデン語で、うん、ドスケベなやつって偶然、まあ、別に意味はじゃあ違くない、うん、いやいや違うよやで、ドイツ語では、うん、コウタは大便を意味することだから、いやしけるな自分の名前が、うん、俺ドイツ語で大便なんですよ大便、うんこなんだお前。でイギリスでは、イギリス語ではコウタは女性の陰部。コウタマンコ、うん、うわ、俺だから俺は、うん、エロくてうんこでマンコだからスケベうんこマンコ、え、マジマジ最悪な名前ですね。コウタだから俺本当に親にこれね、外国とか行ってね、ナイスチュミーチュー、マイネームイズコウタって言えないね、やばい、本当にやばい、言えないね本当に、うん、俺だからそうそうそう、俺だからもうスウェーデン、うん、ドイツ、イギリス、俺行けないコウタって言えないやばくない、やばい、偶然コウタだけ乗ってる名前が、面白いな、最悪ですね、はいということで、マリエさん、コンティニーコイン、ありがとうございます。あ、中田猫さん、下セーハーって、そうっすね、下セーハーっすよ、コウタ。俺の親もそういう、俺の親の名前の由来が、うん、コウタの子って、はい、航空のコーナーくさ、はい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 、で、世界に飛び立ってほしい、うん、って意味でつけたんですよ。そういうことなの？そう、本当に、世界に飛び立ってほしい、渡ってほしいっていう意味でコウタ、航空の子、渡る、つけたんだけど、こんなんじゃ俺飛び立てないよ世界に。俺日本から出れないよ俺。マジで。俺もう日本から出ません。本当に。ビビリな社会人さん、うん、衝撃の真実、うん、茶化されるレベルじゃない。そうなんですよ。そうですね。やばい。しけるなこれ。こう。豚骨臭さんからコメント来てますね。はいはい、いつもこんなラジオなんすか。ああいつも。いつもはもっとひどい。今日は結構綺麗めなラジオしてます、ね。綺麗め。今日はもう結構綺麗めかもしれない。ということで。じゃあ俺うんことラジオしてんの？ちげえよ。ということで以上コウタプレゼンツ。いろんな外国語でした。ではここで曲をお聴きください。G Easy で Good Life。いやだ衝撃の真実を本当に知ったね。うん、衝撃。え、俺だから名前コウタって出てた瞬間、うわーって思って、はいはい、俺って思って。え、コウタって持ってるんだよな。すごいですか、コウタコーヒーカルピス。え、ちょっとついてつかめして。ほら。コウタ外国語とかで言ったら出てくるのかな。ここ普通に出てきたよ、こうだって。はいはいはい、それではメールが来てるの。メール来てますね。じゃメール読んでいきましょうか。読みましょうか。ラジオネーム、カルボナーラ風まつげさんからどうも、カルボナーラ風まつげ、略してカルマツでございます。昨日、クーター進化が集まれワッター進化にも送ったのですが、今日のみながちを楽しみに来ているものです。あの投稿を見るだけで、社会の嫌なところ、汚いところ、すべてを忘れられるのです。ノーベル平和賞を受賞する日も近いのでは。これからも今日のみなかちを応援させていただきます。ということで、やばいやつなんでね。はいはい、やばいやつからこれはね、多分とある人物がふざけてやってます。これはね、僕は犯人が投げたいと思います。ということで、スルーさせていただきます。カルボナーラ風松出さん。
まあ、今日のみなかちということでインスタグラムでやってるんでね、何の需要ぜひぜひチェックしてみてください。誰も興味ないんだろうな。みんなさ、エイカーズ見た？エイカーズ見ましたかね。みんな見た？俺が好きな4話目まであと2週間で。あー、4話目が8話の中でってこと？4話目が一番好き。まあ、結構エイカーズ後半に向かって上がっていくんだけど、はいはいはい、俺は4話目がピークなんで、まあ、4話目終わったらまあドラえもん見てください。なんで主人公がそれ言ったらダメだろ。いやいや、そう中田デコさん見たよ、ぜひ全部見てください。ありがとうございます。本当に淀水さん見ました？エイカーズ取りだめしてます。あー、まあ1話目に僕の臭い演技が。マリンさん見ました？これいいよいいよいいよ、はい、書きます。マリンちゃんいつもありがとうね。ツイッターとかでもなんかかっこいいって言ってくれてありがとうございます。はい、ということでデンジャラスナイト生放送でお送りしています、はい、続いてのコーナーは中地プレゼンツいろいろな国の喘ぎ方。ということでですね、待って、俺らいつも担当分けてるさ、はいはいはい、企画、はい、国系で また国だし下ネタだし、お前絶対嘘だろ、なんもないだろ。いや、あるあるある。なんか、オーマイガー、どっちかだろ。いやだから、いろいろね、だからあの単語とか調べたら出てきたってこと？いっぱいありました。どういうこと、どういうこと。まあだから、あの日本のね、はいはいはい、セックスの喘ぎ方はまあ普通に、あー行くとか、まあね、ダメとかあーそうだね、うん、これに今回僕が調べたサイトには、はいはい、息遣いからえあと言葉の意味、発音、はい、いろんなもの全て載ってます。で、お前それ再現できるってこと？今再現できます、完璧に。これをだから、うん、あの書かれてるんで、はいはい、この声の出し方とか、はいはいはい、じゃあ日本は書かれてる、まず日本はだから行く、行っちゃうとか、あー行くよ、そうだね、抑制気味らしいです、日本の人。あ、我慢、ちょっと我慢して、あ、そうだね、あーそうだね、うん、出ちゃう感じの人が多い。そっかそっかそっか、うん、我慢してるね。そう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 、で、うん、そうそう、声をね、あ、はいはい、行くで、なんか出ちゃった抑制系だね、確かに、うん、うん、あ、そうだそうだ、そっか、他の国違うんだ、他の国は違うみたいです、うん、一つ目、中国。待って、予想していい？中国の相方、はいはいはい、チャイチャイチャイナなんで自分の国言うの？日本って言わないで。中国はですね、はいはい、中国の政治上ほとんど声を出さない。怖い怖い怖い、何で、申し訳ない感じで、うん、めちゃくちゃなんか申し訳ない感じで、うん、アンっていう。これを僕が再現してみますと、じゃあこれどうしたら、じゃあエコーでやっていいですか？中国の喘ぎ方、申し訳ない感じ で、はい、アンどういうこと？嘘つくなお前。予想だろや、これや。いや本当に書かれてるんだって、だからここに。申し訳ない、申し訳なさそうに、なぜか中国の人はアンっていうらしいです、ね。はい、だからあれでしょ、だから喘ぐのがあんまり良くない文化なのかな。多分そうでしょう、無音でセックスするみたいです、ね。じゃあお隣の韓国、はいはい、こちらもあまり声は出さないらしいですね。キムチとかじゃないの？キムチだから言わないだろ。言わないだろ、だから、牛丼とか言わないでしょ。で、まあ、こちらも日本と結構似てる感じで、韓国？うん、あ、うん、あ、うん、あ、の繰り返しらしい。韓国？うん、あの繰り返し、うん、で、うん、あの繰り返し、行くの韓国バージョンは、はいはい、噛んだー噛んだー本当に最低だな、本当に。で、噛んでも噛んでなくても噛んだー最低だな、うん、最低なラジオだな、これ。で、これはだから、あー行ったの時は、あー噛んだなんですけど、噛んだ噛んだ、腕を噛んだなんだこれ。で、行きそう、行きそう、行きそう、そろそろ行くっていうのは、うん、はい、道ゲッソー道ゲッソー、道ゲッソー、道ゲッソー、噛んだらしいですね、最低だ、らしいね、最低なラジオだな。で、男はね、これは腰振ってる時に、どう気持ちいい、あ、そうだね、日本人で煽るじゃないですか、うんうん、それの韓国バージョンは、はい、さっそ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 道ゲスをさっそ噛んだ噛んだらしいですね、韓国。いや、これふざけてるようですけど、本当に書かれてますからね。本当に本当に書かれてますから、これ面白いな、これ書かれてますから。ラスト1回だけ見ていい？じゃあラスト1回だけやってみて。さっそうさっそう道ゲスをさっそう道ゲスをさっそう道ゲス道ゲス噛んだ噛
んだー。栄光ありがとうございます。なんだわこれ。これ本当に書かれてますから。面白いな。じゃあ続いてカンタ面白いな、同じアジアですね。アジアね。アジアもすごいんだね結構。タイ、うん、タイ、タイ、タイはですね、うん、歌うように高音で喘ぐらしいです。え、高音？高音で。え、だってあーとかも高音さ、うん、もっとってこと？なんか歌うようにですから。で、歌うように喘ぎ方が書かれてるんですけど、はいはい、それをこれはエコーをかけてやる。じゃあ再現する。はい、タイの喘ぎ声。あ、おなな、なんだ、おいしい。本当に書かれてるんです。本当にふざけてないです。ふざけてないです。タイ人の女性はこんな感じで歌ったように。いや、だから本当に書かれてるんだって。ふざけんなよ。歌うように高音で喘ぐって。嘘つくな。で、ちゃんと書かれてるんですよ。うん、2回連続同じになる。じゃあもう一回、もう一回だけお願いしていいですか。じゃあタイの、タイ、タイ、タイの喘ぎ声、どうぞ。本当ですよこれ。ふざけんなお前マジで。トンコツシンさんからも歌のようだっていうコメントを。本当に？本当に。なんならちょっと着心地いいよ。でしょ？うん、寝れるよこれ。多分、そう気持ちよく。タイだよね。うん。タイか。だ、はい、だ、あの、でも確かにダンスとかもあるしリズム系、うん、確かに。そっか。うん、リズムに乗る喘ぎ声するね。喘ぎ声。面白いなこれ。じゃあ続いてインド。インド。インド。インドはですね、やっぱ結構性に、なんていうんですかね、うん、みんなオープン。カレーライスとかじゃない？カレーライスじゃない。カレーライスは日本の食べ物なんですよ。あ、そうそう、はい、まあ気持ちいい、あ気持ちいい、あ気持ちいいという意味をするインドの言葉は、はい、ムジャバーフットアーラハ、ムジャバーフットアーラハが、あ気持ちいい、あ気持ちいい。あ、まあ想像通りであるな。うん、ムジャブ、ムジャバーフットアーラハ。ちょっと面白いな。で、行くの時は、はい、インド語でイデラアイエ。イデラアイエ。ちょっと日本語と似てるね。うん、行くよいや。あ、沖縄行く。行くよや。イデラアイエが、インド語で、で僕が一番面白いなと思ったのが、いいなと思った。ロシア。はい、ロシアはですね、うん、まあセックスの平均回数が多い国でも、うん、ロシアね、やばいらしい。可愛い人も多いし。でここに書かれてる文通りに読みますけど、はいはい、喘ぐ時は。これはエコーかける？いや、あの、一回説明しましょう。うん、説明やから、はい、はい。喘ぐ時は、うん、低音で空気をスイスイたくさん出しながら喘ぐ。は？らしい。低音で空気をスイス。これを、これマスターしたのお前は。うん、これはマスターしたので、多分こうだろうなっていうの。じゃあ、お願いします。ロシアの喘ぎ声。うん、スイ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 。いやでも低音で空気をスイスイたくさん出しながらこうなる。普通にちょっと頭おかしいしてるし。本当に書かれてるんです。書かれてるんですこれは。本当だ。うん、スイスイ、本当だ、書かれてるんです。うん、書かれてます、書かれてます。面白いね。面白いでしょ、各国の。じゃああと2国くらいいきます。パッとパパッと、はい、はい、まあまあオーソドックスなもので言えばね、まあ、アメリカ、うん、アメリカはもう、オーイエー、オーイエースパックベスティキルミカーボー。キルミって言われてる。あ、キルミもあるの。ド M の、あ、まあ、ファックみたいなもんか、うん、そっかそっかそっか、うん、うん、面白いな。ジャマイカ、ジャマイカ、ジャマイカ、えウサインボルトとかがいる。じゃあボルトが言ってるくらいで思う、うん。あ、女の子か。これ女の子です、はいはい、これは、まあ、発音はね、スースースーファクミファクミファクミって感じなんですけど、はいはい、ジャマイカといえば、ね、うん、あのレゲエの国、うん、あ、嘘、それも交えてくるってことのなので、うん、ボブマーリーとかもね、レゲエの王様、レゲエ発祥の地なので、え、多分レゲエチックになるんじゃないかなということで。じゃあいけるってこと。じゃあ、はい、お願いします。ジャマイカ、レゲエのような喘ぎ方。スイー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 ファクビファクビスイーアロン。最低最低最低。嘘つけやお前や。まあまあ予想ではありますけど、スイースイーアローンってか言われたら言った瞬間ってこと。最後これは、うん、これは、まあ、おかしいだろお前絶対。マジで面白いけど。じゃあまた、ヨーロッパ、フランスですね。フランス、フランスも低音で喘ぐらしいです。じゃあこれもあの書かれた通りに喘ぎますので。あ、じゃあすいませんお願いします。フランスの喘ぎ声。
トレビアン。嘘つけ。嘘つけ。これは嘘つけ。本当に書かれてるんだって。だからフランス。どこ？トレビアン。あ、本当だ。は？本当だ。これ書かれてるんですよ。本当だ。これガチ書かれてますから。書かれてるんですよ。ふざけてないですよ。ビヨーンって。性に対しては僕ちゃんと真面目ですからね。本当だ。うん、え、めっちゃ面白いなこれな。そう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 。え、めっちゃ面白い。そう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 、外国の英語マジで。うん、あーあと一個ちょっと面白いのあるな。じゃラスト一個いきます。はい。じゃラスト一個すみませんお願いします。ブルガリア。ヨーグルトね。ブルガリア、ね、有名ですね。ブルガリアはですね、ヤギのように愛ぐらしいということで。本当に？はい、書いてます。本当だ。ヤギのように愛ぐって書いてる。ブルガリア、ヤギのように愛ぎます。お前さ、お前さ、お前さ、それさ、女の子。男顔かな。さこうヤギじゃないから。こういう状態でさ。一回じゃあ一回俺らでじゃ再現しよう。追加する人しか分からんけど。あ、OK、女でしょ、うん。もう一回エコーお願いしていいですかじゃあ。じゃあマイク近づけてお前は。ヨーグルト。ふざけんなよ。ふざけんなよ。これ。世界各国でした。まあヨーグルトは今のは嘘なんですけど、うん、まあさっきの本で書かれてあるじゃん、はいはい、ヤギのようにうるるるるるっとあえぐ、はいはい、本当に書かれてる。本当に書かれてるんで、ね、面白いな。まあ他にもね面白いあえぎ方超面白いなあるんで、コンゴとかね、リズムと大地の叫びとかなんかわからない感じの。これ調べて、これなんて調べたら出てくる。これこれは、うん、世界各国スペースあえぎ方で出てきます。面白いっすね。いっぱいありますよ。アルジェリア、魔女のような顔で声を出すとか、いろいろあるんでね。気になった方はぜひぜひ調べて、うん、これ本当にね、これ嘘じゃないんで、本当なんで、本当です、本当です。じゃあ皆さん、はい、調べてみてください。以上、はい、中地プレゼンツ、いろいろな国の喘ぎ方でした。ではここで DJ ユンボセレクション DJ スネークでゲットローをお聴きください。めっちゃ面白いなこれ。ちょっと超面白いな。なんかね、セックスしたくなるわ。いやいやいや、この国の人、いろんな国の人と一応ね、確かに、うん、そう言われたら、どうし、フランス人なんだっけ。ああ、ヤギのようにね。ヤギのように。ペペロンチーノだって、なんだ。ペペロンチーノ、ペペロンチーノじゃねえ。なんて言うんだっけ。トレビアンか。トレビアン、トレビアンとか。いや、そういうのは分からんけど、なんか海外のなんかネットには、はいはい、日本人は行くときに寿司っていうとか可能性はある。可能性はあるね。たらなんか、ね、トレビアンとか。トレビアン理想すぎ。なあ、なんていうの、どこヤギ、ブルガリア、うん、イコールヤギとかなんか、あ、だから、なんて言うんだろうね。うん、ちょっと、うん、だから日本人は、行く瞬間にサムライって言うとか。ほんで海外のサイトでそんな感じ書かれたそうじゃん。あー、もしかしたらあるのかな。しでもほんでサイトにはちゃんと書かれてますね。うん、面白いな、でも、うん、インパクト半端ない。これはまた別サイトですね。ヨーロッパの行くの発音。これ来週、再来週ぐらいにやるのか。豚骨シュウさんからコメントですね。お盛んですね。そうなんですよ。まあ19歳今ってからなんだろう。いろんな国のセックス興味あるな。興味ある。人生で1回はね、うん、外国の方とね、ちょっとベッドの上で、はいはい、なんていう、もう言葉を通じないけど、うん、ベッドの上のこのセックスでコミュニケーションを取るみたいなね、セックス・ウィアー・ザ・ワールドね。そうですね、やってみたい。セックス・ワールドツアーね。はい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 。パスポートみたいなの作ってから。ああ、性のパスポートみたいな。はいはいはい、いいな。うん、写真とか、うん、セックス、この国の女の人とセックスしたら、この性のパスポートに万華を貼るみたいな。パイパンの国のがある。パイパンならや、外国わからない。大体パイパンか、キスマークとか。マイクあげます。面白いな。はい、ということでデンジャラスナイトの音楽をお送りしてきましたけど、はい、もう時間ですね。はい、ありがとうございます、本当に。じゃ皆さん最後ね、はい、コメント読んでいきましょうか。はい、リオさん、入国審査、わらわらわら。確かに、はい、引っかかるのかな、ね、引っかかりそうですね。世界各国
的に回した感じしますけど、やばいですね。申し訳ないですね、もう火曜日からこんななんかも。すいません、もう明日もですか。気分悪くないですか、もうゴールデンウィーク明けでね、もう5月病とか。これどこれ本当に俺らのラジオイヤホンでしか聞けないな。うん、ね、そうですね。親の前とかでは絶対聞けないですね。だってね。トレビアンとかさ何聞いてんだ俺、何見てんだうちの娘はとか、うちの息子はってなりますからね、うん、はいはいはい、でもそういうラジオですので申し訳ないです。でもまあいろんな知識をね蓄えていきたいね使うかな、うん、使うかな。まあまあまあ、山川優香さんからコメント来てますね、はいはい、上の方ですね、イヤホンでしか無理そうですね。中谷子さんもイヤホンで聞いてますということで、ぜひそうしてください。そうですね、はい、ビビるな社会人さん、はい、テレビ破壊、名前、喘ぎ声、話題がデンジャラすぎるださ、ほんとデンジャラすぎるっていうか、俺らが普通そういうことが好きなんすよ、なんか面白い。いつかなんかに消されると思うよ、俺は。ほんとに確実に消されたら消されただよね、うん、また何かしたらやりますよ消されたも話題にしますわ、じゃあ、ね、リオさん、無駄な雑学すぎて笑う無駄すぎるよね、これ友達にも自慢できないし、自慢披露できないっていうね、うん、ということで長らくお待たせ、あ、お待たせ、長らくお送りいたしました、はいはい、デンジャラスナイト今週はここまでです。はい、どうもラジオの皆さん、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。チーカさんね、あと5分ぐらいですね。5分ぐらい、結構長い。はいはい、長いですけど、どうですか、言い忘れたみたいなのある？言い忘れたのはなんかあるかな。前番組、うん、ギノガルフ入ってるさ、ギノガルフっていうね、ラジオ番組があって、でメンバーがだから、まあ、ラジオのパーソナリティ男の方2人と、うん、アイドルの方が、ね、1人いるんですよ、ね、うん、で毎回このファンの方がもう優しすぎるんで、やばい、このスタジオに見に来てくれてるんですよ、うん、毎回あの3人ですか、ね、毎回あの3人毎回ですか？毎回です。あれは OBP のファンってことですか？あの人のファン？そうです、そうです。グループのファンですよ、ね、グループのファンだと思います。だって T シャツもね、このアイドルの方の T シャツもつけてる。マジで？ファンの方が着てて、うん、で、だからラジオ終わったらね、ファンとちょっと交流してるんですよ。はいはい、このアイドルの方とファンの方3人ぐらい囲まれて。うん、で、見つけたら、今日も戯れてて、うん、そしたら普通に世間話も普通の何気ない会話してるんですけど、このファンの方一人はずっと話しながら、うん、あの携帯をこう顔の方に持ってってパシャン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 、そうです、パシャンパシャン、あ確かにそうですけどね、パシャンパシャン、あでも確かにまあ、めっちゃ怖いじゃん、パシャンパシャンで女のこのアイドルが、あ確かに怖いじゃんねみたいな感じで、もう目の前よ。はぁ、受け狙い、こんなとこ、そうそうそう、で、普通に世間話してるんで、うわ大変だな。いや、それ、俺アイドルマジで大変だなと思うが、大変ですよ、芸人だったら、芸人か、まあそういう俺たち見ても男ってあるけど、うん、アイドルじゃなかったらなんか、うん、パシャパシャ取られて、え、触んない、触んない、触んないって、なんか、うん、いや、近いなとか、ツッコミやるんですけど、え、壊せよ、壊せよとか、うん、やばいなやとか、そんなツッコミマジラでツッコミも交えて文句言えるさ、うん、アイドルってね、まあ、なんてかありがとうございます、なんとかって言わないといけないから、大変だから、そう、ダーリーステージの時もこれっていうか分からんけど、アイドルたちがこう、なんて、お着替えしてて、テントで、はいはいはい、テントの隙間がちょっとあって、うんうんうん、そこに、うん、こう、男は、うん、分かる、もう群がってたやつ、その角度、うわー、怖ー、みんなこう、怖ー、なんか停滞触って、うん、斜めのふりして、なんかこうガン見してるみたいな、うんうん、うわ、まあまあまあ、でも、その中に、まあ、俺とデコボコのリョウトも一緒にいる。お前、言うか聞くかじゃないよ。分かるべ、男だから分かるべ、まあまあ、こいつら仲間だなっていうか、ああこいつら見てるやつさ、はいはいはい、でも気持ち悪い、結構おっさん気持ち悪くて、なんか本格的に見てた、もう明らかに怖いなぁ。やばかったから、もう結構着替えとか気をつけておくといいですから。ユーミさん、アイドル大変だなアイドルは大変だと思います、本当に本当に大変だと思う。女の子とはね、特にね、そうですね、こういったおっさん、まあ、おっさんとかもね、大人の人がファンだったらちょっと気をつけんと、はい、あのワイルドスピード8を僕見てきたんですよ。あ、はいはい、3回泣いた俺、リアルに。君の名は1回しか泣かなかったけど、うん、3回泣いた。でも See You Again の後もまたあるってこと。そうそうそう、新しいのが。なくなったんじゃないの。そう、なくなったんですけど、なんか出てきてはいない、出てきてはいない、名前は出てきて、全然違うところ、違うところでの話。いや、
あーまあ場所はあるストーリーの中ではなくなった、うん、前提になってんのなくなったことになってんのなってないなってないどっかにストーリーの中ではあの今幸せに子供と一緒に暮らしてるせいでえーそうそうそうマジでそう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 ええーでなんか名前も出てくるんだけど、うん、今日もこのメンバーでやばいなやばいなどうしよう助けが必要だなって、だからこの死んだ人ブライアン、うん、ブライアン呼ぼうか、うん、いやでもあいつは、うん、あいつは今幸せな家庭だから俺たちが崩すわけにはいかない、そんな感じなんだ、ラムさん YSP 面白かったって面白いっすよね、ぜひ皆さんも見てくださいマジで、そのバックボーンも怖い、そう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 、コウさん中津さんイケメン俺は最後の最後に最低だねいいだろいいだろいいだろはい、そういうことでデンジャラス最後ね、ありがとうございました、本当にいつもね、皆さん、ツイキャスの方々が見てくれてるからね、はい、ゆかさん、お茶ありがとうございます、ありがとうございます、いつもまた来週もね、面白い曲をたくさん持ってくるので、はい、ぜひ来週もお聴きください、以上、コウタと中地でした、デンジャラス最後、ありがとうございました、ありがとうございました、ゆみさん、おやすみなさい、コウタさんの方がイケメンでレベル高いです、おい最後に何これ、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。